サメさん同志社行ってみたいと思います。本日の問題はこちら。まあさすがに同志社皆さん問題数多いので抜粋させていただきたいと思います。まずはトイレ空床銃問題、5問中最初の2題。テッドの PC 火星部説明、合計9問中5問。そしてトイレ F の分層に問題、この3種類いきますね。で、DE の正常問題でございますが、これは再生リスト、並び替え問題でもすでに扱っておりますので、この動画の後、皆さん参考なさっていただいて OK です。そして最後と同じ内容1問題。これも他の同志社大学の動画で扱っておりますので、ぜひご覧くださいね。で、特に皆さん今回問いの ABC、空床銃問題とか下線部説明なんですが、実質単語、熟語、文法問題。つまりあんまり文脈とか考えなくてもサクサク解けるんですね。ですからちょっと意外と拍子抜けするかもしれませんが、まあひょっとしたらこのレベルで合格するのかというふうに前向きに捉える方もいらっしゃるかと思います。ですのでひとまずレベルを体感していただきましょう。では一緒に頑張りましょう。サメさん第一段落なんですが、まずは画面の都合上こちらの設問の指示の一読だけお願いいたします。サメさん問いの A でございます。第一段落一読していただいた後、検討をお願いします。さあ、皆さん、クラムということですが、皆さん、これ、塾のことをクラムスコールというふうに言うのを聞いたことがありますよという方結構いらっしゃるかと思います。で、そのイメージでよろしいかと思いますが、クラム、知識なんかを詰め込むんですね。もちろん、下線部の右側には、エグゼン、試験のためと書いております。まあ、それもヒントになるでしょうね。ですから、選択肢の1番。記憶するんですが、intensively、集中的に。それ、試験のために集中的に記憶するんですから、良さげですね。で、選択肢の2番ですが、regularly、まあ、定期的にではないですね。詰め込むわけですから、一気に詰め込む。で、選択肢3番は casually、何気なく。で、選択肢4番は slowly、ゆっくり。まあ、どれも詰め込むに合わないですね。ですから、正解は1番ということで、よろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。まずは一読していただいた後、問いの B ですね。こちらの問題、検討をお願いします。さあ、embarrassed ということでございますので、恥ずかしい、気まずいというイメージですね。で、皆さん、それで選択肢眺めてみると、皆さん、これも一発ですね。選択肢1番、驚き。で、選択肢2番、すっ飛ばして、3番は矛盾した。で、選択肢4番は喜ばしいんですね。ですから、恥ずかしいとか、気まずい。と言われたら選択肢の2番、ぎこちない。ですから、これも単語の意味を知ってるかどうかということで、正解は2番でよろしいかと思います。さあ、続いて空床 V に関しての問題でございます。空床の前後を一読していただいて、検討をお願いします。さあ、これ選択肢どれを選んでいただいても、関係代名詞と関係副詞が並んでますね。となったら、これ空床の右側が完全か不完全か。まずはそれの確認というところからスタート。ということを皆さん眺めてみると、文末に about、前置詞の後ろに名詞が欠けてますよね。そうです。不完全な状況。で、そうなったら使うのは関係代名詞。ですので、関係副詞の2と3が×。あと残った1番と4番でございますが、あとは空詞の左側。先行詞があるかどうかということですが、皆さん動詞 forget。そうです。動詞があるだけですから、先行詞はなし。ですから先行詞がない時に使うのは what でしたね。まあ、逆にフィッチは先行詞が必要。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ、続いての問題ですが、ここの丸1番に関する問題。一読していただいたと検討をお願いします。さあ、この文章をこの丸1番のところに入れるのかどうか。もちろんそのヒントはこの文頭の these ですよね。まあ、それが指しているものが空欄の左側にあるかどうかということですが、まあ、ないですよね。ですから、丸1番には入らない。ですので、丸2番以降に行きたいと思います。さあ、皆さん、ツイートの段落でございますが、注釈は1箇所ついております。逆にという意味ですからね。で、皆さん、見ての通り、ちょっと段落長いので、まずは全体像を把握していただくために、一読だけお願いいたします。すみません、上から行ってみたいと思います。まずはこの空欄 W。この4つの選択肢の中から適切なものを1つ選ぶ。そういう問題でございますので、検討をお願いします。すみません、選択肢眺めていただいて、まずは文法的に1つだけ削れそうですね。そうです、4番、since。接続してございますので、後ろは SV。ですが、皆さん、これ空詞の右側見ての通り、名詞だけですよね。ですが、4番は×。ただ、皆さん、1番、2番、3番。改めて考えてみると、選択肢は3番 instead、
で、そこで副詞ですよね。で、空詞の右側は皆さん、インターフェアランス、名詞がございますので、1番、2番のように前置詞を入れるべきですね。で、あと皆さん残った1番、2番。皆さん、文法的にはもうこれ以上削れないので、最後は意味。で、選択肢の1番は because of でございますので、原因。で、一方、選択肢の2番は in spite of ですから、うにゃうにゃにもかかわらず、まあ、前後反対ですよね。で、原因の意味になるのか、反対の意味になるのか。まず前振りになっているのはこのあたりかと思います。新しい素材が古い素材の邪魔をすると。で、そうやって新しい情報を頭の中に蓄えていくんですよね。で、そういうものをレトロアクティブ。まあ、そういうふうに呼んでいると。で、そのレトロアクティブインターフェアランス。そういうものがあるおかげで我々は新しい情報を覚えることができるんですね。つまりこういう感触があるからこそ記憶ができる。つまりこちらが原因でこちらが結果。ですから因果関係が成り立っておりますので正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ先ほどの段落でありました文挿入問題、今回はこの丸2番ですね。その中にこの文章を入れられるかどうか検討をお願いします。で皆さん先ほどの話もつながりますが、やっぱり these tricks、 これが指すものが空欄の左側にないですね。ですから丸3番以降に行きます。さあ、続いて、波線部、アーに関する問題でございます。で、画面の都合上、こちらの説明の指示の一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、波線部、アーに関する選択肢でございます。一読していただいた後、検討をお願いします。さあ、皆さん、これは皆さん、be involved in という熟語の知識でいけそうですね。うんたらかんたに巻き込まれる。もしくは、夢中になるということでよろしかったかと思います。そうすると皆さん選択肢の1番もそのままですよね。うんたらかんたらに夢中になる。で、選択肢の2番は tire ということですから疲れる。で、選択肢の3番はうんざり。で、選択肢4番は train ですから訓練。ですから正解はやっぱり1番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いての段落でございます。今度は下線部 C ですからね。選択肢これでございますので検討をお願いします。それは下線部 C でございますが、支配的なとか優勢な。で、その意味を持つ選択肢、これも一発でいけそうですね。選択肢1番は複雑な。で、選択肢の2番はフラクションからいけますよね。断片的な。で、選択肢の3番飛ばして4番。これもストラクチャー、構造からいけそうですね。そうです、構造の。となってくるとやっぱり3番。まずはプリベル、普及する。広がってるイメージから支配的、優勢につながりますよね。ですからこれは単語の意味で正解は3番でよろしいかと思います。さあ続いて皆さん波線部この E の問題でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。さあこれ波線部 E そのまま直訳していただけるといけそうですね。皆さん other knowledge ですから他の知識、それを to be unlearned、 皆さんもちろん learn は覚える、でそれを un で否定するわけですから忘れる。そうです、他の知識を忘れるんですね。そうすると選択肢1番、これも一番最後、ignore、無視するではないですね。で、選択肢の2番も強調ではない。で、3番飛ばして4番、coming in ですから入ってくる。皆さん、unlearn と言われたら忘れるわけですから、選択肢の3番ですよね。皆さん、もちろん eraser、消しゴムというのは皆さんご存知ですね。で、そこから古い知識を消す。まあ、忘れちゃうということですね。ですから正解は3番ということでよろしいかと思います。